本社への思い溢れてくるお口、理念に共感しました。社会に貢献したいんです。みんな言うね、いなせだね、負けてらんね、ペランねえって泣く愛で初めてクソで働くために生まれたと言わんばかりの志望動機の裏腹な苦渋な動機が同期したこのフローに面接官の目が回す、回る俺の PDCA サイコレかスシロー、みんなから愛されるとこが共通点、俺働かせてみませんか、みんな Say whatって全然内定出えへんわ。わかる、面接苦手やねん。いや、そやねん、ほんま。なんか夢がどんどん下方修正されていってる気がするわ。わかるわ、俺ゲームだったら絶対リセットボタン押してるわ。まあゲームじゃないからね。人生が大事な就活、誰もが必死でもがく生活、頑張ってるけど上がらないうだつ、イストリーゲームは社会の縮図、泣いてないけど俺は泣いてね、生まれさやっぱり泣けてきました。なんて働き口がない、親に合わせる顔もない、フェイクだらけの自己 PR じゃ卒業できない、泣いてどうてリアルだ、俺を完全証明するため、俺はヒップホップに就職します。本社第一志望です。本社第一志望です。なんで入れてくれないの？本社第一志望です。私は企業家主義のレッツプラズマです。私の趣味は私も同じです。本社第一志望です。と言っても周りには知らない私。本社第一志望です。